はい、皆さんこんにちは、スーパーのきパンチです。今日はですね、夢見る都市完全ガイドカッコ仮やっていきたいと思います。はい、こちらなんですけども、自分用に作った箇条書きみたいなものですね。夢見る都市に、まあ、習慣リセットが来た後に何したらいいのかなっていうのを、まあ、書き留めてたものを、もしよかったら皆さんの役に立てればなと思って作りました。で、そうですね、ところどころアクティビティの説明と、あとその詳細につながる動画へのリンクとかを上の方に出したり、あと詳細欄の方に、リンクを貼ってあるので、そちらの方を参考にしてみてください。はい、まずは最初ですね、夢見る都市、最初に何をするべきか、まずは行ってみようと思います。はい、来ましたね。まずはね、ペトラベンジのところに飛びます。はい、来ました。で、こちらでやることなんですけども、基本的に日刊、習慣、そして習慣クエストバウンティーっていうのがいろいろあるんですけども、全部片っ端から取っていきます。で、こちら習慣ですね。で、これが、クエストになります。で、全部取るんですけども、一つだけね、グリマー以外のこの暗黒の破片っていうのが必要なので、こちらだけね、先にいろんなアクティビティを完了して集めてください。はい。で、ここにある消費アイテムですが、光のチャージレベル1、2、3、そして、不安定な光のチャージとあります。これらは、後で説明する、無視界の源泉かな、そこでの起動アイテムですね。で、違うレベルの、アクティビティを開始することができます。で、あとのレイドバナーは、これはまあいいかな。これレイドするときに、ヘビーウェポンとスーパーチャージを、マックスにするための道具ですね。はい。で、次にやることね。よっ。はい。で、日刊を取った後は、まずはその日刊のアクティビティをやっていきます。敵を倒したり、公開イベントやったり、あと、ロストセクター行ったりとかね、そういうやつですね。はい。で、次にね、この公開イベントの説明なんですけども、日刊マーティンの中でも公開イベントやんなきゃいけないっていうのはあるんですが、それをやっていく上で、英雄モードにした方が全然報酬がいいんですね。なので、この夢見る都市で公開イベントを英雄モードにする方法の動画は出てるので、そちらのリンクを上の方に出しておきます。で、詳細欄の方にも書いてるんでね、そっちを見てください。はい、次、源泉の説明ですね。虫界の源泉、ここにあります。これですね、虫界の源泉。で、生き方としては、この、ディバリアンの霧にファーストトラベルした後に、はい、この正面に見えるこのゲートみたいなやつですね。これに行けば、奥まで行けば、虫界の源泉のエリアに行けます。はい、着きましたね。こちらなんですけれども、この真ん中にあるね、この起動装置みたいな、光のチャージレベル3、光のチャージレベル1、光のチャージレベル2ってありますんで、このやりたいアクティビティのその光のチャージをチャージすることで、始まります。で、まあ基本的に3人以上は絶対欲しいですね。レベル1、レベル2、レベル3、どんどん難易度が変わっていきます。まあ簡単に言うとね、このエリアの中だったらなんか、そういうドーンみたいな、でかいドーンみたいなのができて、その中にいたらダメージは受けません。でも、そこから出るとダメージをちょっとずつ受けるようになります。なので、ここを拠点にして、敵を倒していきますね。で、敵を倒せば倒すほど、チャージっていうのが、上がっていって、100% になったら終わりですね。はい、今ですね、チャージを入れてますね。レベル2じゃなくて、レベル1だね。レベル1をやろうとしています。で、入りました。で、これでイベントスタートですね。で、敵がたくさん出てきます。はい、始まりましたね。全部で5フェーズ、4フェーズが普通の雑魚殲滅で、最後がボスですね。で、今こういう風に、溜まった光っていうのがパーセンテージ上がっていきます。倒せば倒すほど上がっていきます。おっと、これは、猫パンチ選手、これはおそらくテレストのため打ちをしていますね。はい、ちょっとカットします。はい、ということですね、基本的な流れなんですけども、覚えていただきたいのが、この呪いのサーヴァントっていう、シールドが剥がれない、その無敵シールドを持っている敵が出てきます。で、こいつのシールドを剥がすためには、実は、もう一匹の光る敵で、アナセマっていうこれですね。こいつを倒す必要があります。で、倒すと、まあ、弾みたいなのが出てくるんで、1個出てくるんですね。で、それを拾ったガーディアンに、調和っていうバフがつきます。で、この調和っていうバフがついた状態だと、まあ、13秒間ぐらい、14秒かな。まあ、スーパーチャージがチャージし続けられます。で、そのバフを持っている人だけ、その呪いのサーヴァントのシールドを剥がすことができます。なのでね、このアナセマを倒した人、そして弾を拾った人ですね、必ず呪いのサーヴァントのシールドを剥がす必要があるので、それだけは覚えておいてください。じゃないとね、無敵状態の呪いのサーヴァントがもううろついている状態が続いてしまうので、本当に初心者の方もこれだけは覚えておいた方がいいです。はい。で、このメカニックね、結構後でボス戦とかでも使われるので、結構大事ですね。
はい、実際今ね左下のログを見ていただくと分かるんですが、呪いのサーヴァントが現れたって出てますね。でこのタイミングで、サーヴァントが現れます。でアナセマもだいたいこれのちょっと前ぐらいに出てます。右側に映ってますね今一瞬、はい、でこの方が倒しましたね。で、この方は調和のバフを持っているはずなので、この、画面のこのサーヴァントのシールを削り切ってくれないあれこれはもしやってやつですね。はい、ノロイドのサーヴァントもびっくり、俺打ってくれないのみたいになってますけど、あーもう一人の人が言ってくれましたね。はい、削り切って倒しました。はい、倒して弾がね実は3つ出てきます。でこれ拾うと、拾った人全員ねスーパーチャージがチャージし続けられるんで、これはね拾うと結構なんだろう、光のオーブ回し合えるっていうのかなりいいので、あーまたテレストちょっと試し打ちしてもらって、ちょっとカットします。はい、こちらがですねレベル1の、ボスの動画ですね。最初この左側の方にねボスが出てるんですけど、ちょっと映ってないですね。でアナセマが出てきたので、この右のガーディンを倒します。で倒したらファイアナイフでシールを削っていきます。削り切ったらあとはもうみんなでねスパチャ使うなりヘビー使うなりでどんどん削って終わりですね。はい、これ結構ねみんなね強い人が多かったので一瞬で終わりましたね。はい、で次ねレベル2のボスを見ていきたいと思います。基本的なギミックは全部同じです。ただ敵が増えて、でボスが2匹になって、アナセマとかも2セットで出てくるだけですね。で基本的にレベル3も同じなんですけれども、今見てるように なぜか僕はザコと必死にパンチング勝負している。で上のねこの丸い台のところで戦ってますね。僕いまだなんかザコに執着してます。はい、あいつですね、あの光ってるこいつを倒すと弾が出ます。倒すと弾が出ましたね。で拾って調和ついたら、今ついてますね、スパチャでシールを削る、削ったらみんなでねボコボコにするってことですね。はい、こんな感じです。まあパワーレベルちょっと、高かったらそんなに 4,5 人でもできるコンテンツだと思います。はい、最後にですね、あの AU モードのやり方を説明していきたいと思います。まあ簡単に言うと、このレベル3ですね、これ 今やったのがレベル3の、源泉を終わらせます。はい、こいつが最後の、3匹目の、レベル3の3匹目のボスです。これを倒しきったら、これ終わります。はい、でここでですねみんな DPS を出して最後の1匹を倒していきます。で倒しきったらね、すぐにあの源泉のこの真ん中の起動装置のところに行って、倒して宝箱が出て数秒間の間ぐらいかな、ここでねあの不安定なチャージっていうのを使うことができます。まだダメだね。はい、今使うことができましたね。今不安定な光のチャージを入れました。はい、入れることでですね、AU モードが始まります。はい、でねあのこのステージに出てくるボスは2匹いるんですけども、この画面に映ってるこの源泉の呪いのバルクリスって映ってますね。もう1体も源泉の呪いのなんとかっていうんですけども、これねあのジョーンバウンティで倒さなきゃいけないあの敵ですね、源泉の呪いを倒せっていうのがあるんで、この2匹になります。で案の定ねこいつらシールをついて出てくるんですけど、あのちょっと前のと違うのが、このなんで爆発スコーン、こいつらを、彼らの近くで爆発させることによってシールドを剥がします。でこの時ね僕初めて入ったんでちょっとわけわかんなくてめっちゃ戸惑ってるんですけども、まあ攻略法としてはちょっとそのこいつらの横にこのチーフテンが出てくるんですよね。で紫のこれを貼るんで、この爆発スコーンが出てきた時に撃っても無効になってしまうんですよ。なので1人その紫のそのトーテムっていうんですかを打つ役で、もう1人が、そのスコーンを打つ役って決めといたらいいのかなと思いました。なんか遠くからスナイパーで狙ったりしてね、そうすると効率いいのかなとか思いましたがね、ぜひ次回試してみたいと思います。ぜひ皆さんもねいい攻略終わったら教えてください。でマッチメイキングに関してなんですけども、こちらの源泉はですねエスカレーションプロトコルみたいに頑張ってマッチングすることはなかなかできません。なのでもう一番手っ取り早いのが、もうその場でねランダムにマッチした人にお願いして自分のフレンドを呼んでもらうかっていうのがいいのかなと思いました。はい、それでは次ですね、次はですね、猫ちゃんのクエストですね。小さい贈り物っていうものがランダムにまあアクティビティをやってるともらえるんで、それをこのマップ中にいるね猫ちゃんの銅像に捧げるとこの通り、はい、可愛らしいね鳴き声を上げながらプレイヤーにアイテムをくれます。でこのね小さい贈り物っていうアイテムなんですけど、1週間に1回しかもらえません。なのでねそこだけご注意ください。で猫ちゃんの置物もおそらくね1回使ったとこはもう使えないので、まあ順番に、まあ、毎週1個ずつ取る感じになると思います。
で、場所に関しては今リンクをね、上の方に表示しているので、ぜひ参考にしてみてください。で、詳細欄の方にもね、リンクを貼っておきます。はい、次にね、話していくのはこの倒れたコルセアっていうミニミッションですね。こちらはですね、夢見る都市の敵を倒していくと、ランダムでもらえる、なんか三角形のおにぎりみたいなアイテムです。はい、で、このチーフティンを倒すとちょうどね、三角形のおにぎりが出てますね。これで、右側に出ているように、倒れたコルセアのミニミッションがゲットできます。で、このもらったアイテムなんですけれども、倒れたコルセアっていうアイテムを拾いましたね。で、ちょっと見ていきたいと思います。ハントの中にありますね。これですね。倒れたコルセア、野外通信機器が小さな音を立てている。かすかに暗号化された SOS が聞き取れた。どこかの入り江について繰り返し何か言っていると書いてますね。なので、入り江っていうヒントがあります。なので、ここでね、入り江を探します。で、この中で入り江といえば、はい、入り江と言いますと、なんかね、確か最初のこの初期位置の後ろのロストセクターがなんか、叶わぬ願いの入り江とかいう名前だったような気がするんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。あ、これですね。叶わぬ願いの入り江って書いてますね。で、おそらくここのどこかにね、コルセアが倒れてます。はい、奥を進んでいくと、いましたね。白く映ってます。コルセアが倒れています。なので、彼女を調べます。すると、敵が出てきます。はい、倒しました。何か落ちましたね。はい、拾っていきます。するとコルセアの記章っていうのがもらえます。おお、プライムエンガルまでもらえた。ラッキーじゃないですかこれ。はい、ちなみにですね、今ゲットしたこのコルセアの記章なんですけども、ワッペンもしくはメダルっていう意味ですね。はい、青くんの紋章、コルセアの記章で、これをね、あのマップに散りばめられている、青くんの詰め所みたいなところの兵士のとこ持っていけば、アイテムと交換してくれます。はい、こちらですね、一番ね、ファストラベルのところに近い、詰め所に行って兵士に話しかけます。ありがとう、友人や家族に伝えよう。はい、ちょっと切ないですね。ちなみにですね、他のコルセアの場所については、キーワードとして入江、背骨と霧、アフェリオン、庭、部屋、ヘラルド、この6つがあるらしいです。ね、詳細欄の方に記載しておきますので、そちらの方で動画とかあとヒントとか書いてますんで見てみてください。そしてですね、僕個人は確認していないんですけども、全部完了すると新しいミッションが発生するらしいです。で、報酬は微妙ということでした。はい、でもね、僕としてはね、やっぱりストーリーが気になるのでやっておきたいですね。はい、次、はい、次に話すのがアークチャージの宝箱ですね。アークチャージの宝箱、まず1個目がこのファーストトラベルしたところの左上の方にあります。めっちゃ敵いるな。で、全部でね、アークチャージの宝箱は3つありますね。で、確かね、時間制限もあって、で、やってる時間も決まってるので、まあ、あったら やろうかなって感じでいいと思います。ここにね、宝箱が出てきて、で、ここに1個ずつアークチャージを、込める感じですね。で、1つ目がまずこちらにあります。上ですね。登っていって、おっと、よっ、お、はい、ここら辺だった、あれ、あったあった、ここですね。この皿の上にね、アークチャージが乗ってます。で、これが1個目ですね。で、2個目が、そのまま右に沿っていくと、こっちの下側のここにもう1個あります。で、最後の1個が、スタート地点の近くですね。おお、めっちゃ来るやん、めっちゃ来るやん。最後の1個が、こっち側の、この縄文の方に向かって、この
壁面にあるホラーの中です。おお、なんかすっげえいるじゃん、こんなが。どうした、びっくりした。で、この中に、お皿ありますね。ここにもあります。で、どうやらね、時間制限みたいなものがあるので、できれば、その、3人に分かれて、同時に持って帰ってきて、ダンクした方が、なんかできるような気がします。僕何回か試したことあるんですけど、一人ではちょっと、時間が間に合わなかったんで、多分そういう風に設計されてるのかなと思います。で、あとね、残りの二つ、まあ、全部三つあるんですけども、全部の、やり方とかは、リンク貼っておきますんで、ぜひそっちの方を参考にしてみてください。詳細欄の方を見てください。はい、次。はい、次ですね。アセンダントの宝箱 ×10 ですね。こちらは、クイーンフォイルの薬品っていうものを、飲まないと、その、宝箱自体も見えないし、そこにたどり着くための足場も見えません。で、その中でそのクイーンフォイルを飲んだ状態でできるアセンダントの挑戦というものもあります。で、1周目のアセンダントの挑戦に関しては自分のアセンダントの宝箱の動画の4つ目の宝箱の後に、あります。で、やり方も書いてあります。で、その次の週、まあ、今週のねアセンダントの挑戦はちょっと違うのですが、そちらの方もね、詳細欄の方に動画リンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。はい、次。はい、次にですね、エシラの庭の虫の宝箱というものがあります。で、それはね、虫の宝箱は、この小さい虫をね、いろんなところに隠されているので、それらの虫を壊さないと、開けられない宝箱になっています。はい。花壇の中とか、いろんなところに隠されているので、ぜひ皆さんね、そちらを探してみてください。で、報酬はね、あんまり大したことないんだけど、結構なんか、チャレンジとしてはかなり面白いので、ぜひ皆さんね、トライしてみてください。で、虫の場所なんですけど、10箇所以上あります。なのでね、僕らがやった時は、2つから3つのその動画を見比べて、まあ全部の場所を、まあ、チェックしましたね。結構ね、最後の1個が見つからない状況があったんで、そうですね、1回オービット戻ってもう1回知ってるところをゼロからやり直したりして、無事完了しました。まあバグがあるかもしれないので、まあそちらの方はね、ぜひ試してみてください。で、開けます。これがね、開ける瞬間ですね。はい、来たレアのクロークと、暗黒のかけらちょっと。はい、素晴らしい。でもね、ぶっちゃけやってる過程がすごい楽しかったので、ぜひね、暇がある時にフレンドさんとトライしてみてください。はい、次。はい、最後にですね、おまけ的なものなんですけども、このレアシルビアっていうところで、超巨大オーガを出すギミックみたいなものがあります。それがね、ちょっと複雑なんですけども、で、これはレアシルビアのこの橋ですね。この橋にサボタ、なんとかサボタっていうね、敵が出ます。で、そいつは宿られなんですけども、そいつを倒すと、アウォークのチャージっていうね、弾をもらいます。で、まあ、そのサボタってね、実は出現する時間帯みたいなのが決まってて、あんまり、そのランダムなんですね。なんで、まあ、ずっと待ってなきゃいけないんですね。で、ログが左下に出るらしいです。なんか、サボタが現れたみたいな。サボタが徘徊しているみたいな。出るんで、そいつを探しに行って倒すと。で、青くんの弾をゲットして、それをね、確かこの近くの下の方にある、なんか、あそこだね。ここら辺ね、ここら辺でチャージできます。で、チャージし終わった弾をまたこっち行って、ぴょんぴょん飛んでって、あそこに見える、あっち側にあるね、見えねえな。あっち側にある、お皿があるんで、そこまで飛んでいって、ダンクします。で、ダンクすると、超巨大なオーガが、ここら辺に出てきます。で、それを、まあ、みんなで戦うんですけども、案の定、オーガにはシールドがついてまして、で、その周りにね、黄色ネームが何匹か出ます。で、黄色ネームを倒したら、また、青くのチャージがまた落ちる。で、青くのチャージを持って、ここにね、持ってきて、またチャージします。で、チャージし終わったら、そのオーガに投げつけて、シールドを剥がします。で、まあ、基本的にそれでシールド剥がれて、みんなダメージ入れられるようになるんですけども、その後もね、引き続き同じように、黄色ネームから青くのチャージをゲットして、チャージして投げつける。すると、大ダメージが出るので、それをずっと繰り返していってください。かなりね、HP があるので、まあ、そうですね、3、4人あった方がいいのかな。僕はちょっとレベルが足りなくて全然できなかったんですけども、はい、ぜひ皆さんね、試してみてください。で、その外国人の方で成功した方の動画も、詳細欄の方に貼っておきますんで、ぜひね、皆さん参考にしてみてください。はい、ということでですね、夢見る都市、完全ガイド、カッコ仮、
これで完了となります。でちなみにここね、本当に何だろうな、この特にここのね、作戦エンジンのところがすっごい綺麗ですね。本当にゲームとは思えないぐらい綺麗です。なのでもう初め来た時すごい感動しました。これがね、こんなの普通作れないから、並大抵の予算じゃないとこんなゲームは作れないと思います。なのでまあまだ日本ではそんなに流行ってないかもしれないけど、ぜひ皆さんね、このフリープレイでもっと流行ってほしいですね。いやマジでやばいからこれ。はい、ちなみにここの夢見る都市の、ガイドなんですけども、少しずつね、詳細欄の方でもし変更があったらどんどんアップデートしていきたいと思います。なのでね、皆さんもし正しい情報、いろんな訂正とか新しい情報あったらどんどんコメント欄の方で書いていってください。自分がね、時間があるときにどんどんアップデートしてきますんで、みんなでね、使えるようなハブみたいなページにできたらなと思っています。まあ、ちょっとした新しい試みなので、まあどうなるか分かりませんが、ぜひ皆さん活用してみてください。それではご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。